ません、朝日新聞の小池と申します。やはり長いこと私は立地地域で取材してきたんですけれども、やっぱり一番知りたいのは今回の基準を通ったことでどのぐらいその事故の可能性が以前に比べて減っているのかっていうところが知りたいんですけれども、規制委員会では安全目標100テラベクレルの放出は100万ロ年に1回と、そういう目標を立てていますけれども、今回基準をほぼ通りそうな仙台1、2号機はこの目標に達していると言えるんでしょうか。放出放射能量については100テラベクレルに対して 5.6 ですから、そこはまあ達しているということは言えると思います。頻度の問題は100万年に1路年ということなんですけれども、これについても多分大丈夫だ、定量的評価がまだしてませんから、いくらになってるっていうことは今の時点では申し上げられませんけれども、これはまあ、フルスコープ の、S、安全解析 FSR FSAR って言って